ガリシア州は、スペインの自治州の一つである。スペイン北西に位置し、南はポルトガル、東はアストリアス州とカスティーリアイレオン州に接し、北と西は1490キロメートルの海岸で、大西洋とカンタブリア海に面する。州都は、サンティアゴデコンポステラ。自治州政府は、シュンパデガリシア。ガリシアはおよそ北十一度から北十四度の、 間に位置する。年間を通して穏やかな気候で、最寒月でも摂取8度以下になることは少ない。一年を通じて雨が降り、年間降水量も豊富である。しかし、内陸部に入ると気候も気温、降水量も違ってくる。また、入り江の多い複雑な海岸線で知られており、海面上昇で形成されるリアス式海岸の語源となったのがこの地域で、 リアスとは、ガリシア語あるいは、カスティーリア語での入り江の複数形である。この地形のために漁業が盛んであり、特に、ポンテベドラ県沿岸部のリアスバイシャスでは、養殖漁業が盛んである。また、観光客には、美しい風景が魅力となっている。地層は多様であるが、変成岩と花崗岩が主である。なお、この花崗岩は、サンティアゴでコンポステーラなどで保存材などとして、 用いられた。主なリア、リアでポンテベドラスペイン内陸とは異なり、海洋性の気候のために、手付け数の緑の森が残されている。その森は、大西洋性気候の場所では多く、ブナを中心とする、大西広島型森林、地中海性気候の場所では、コルクガシやコナラを中心とする森、松やユーカリなど最近植林された樹木などの林の3種類に、 分けられる。州の内陸部は、なだらかな山地で、比較的標高が高く、東に行くほど標高が高く北部に、テーラ茶高原がある。大きな川はないが、無数の小さな川が横切っている。山地は、険しくないが、内陸の人口は少なく、開発は遅れている。主な川、汁川自然の豊かなガリシアだが、近年は、環境問題を抱えている。 森林伐採が進み、生死業のために導入されたユーカリが生態系のバランスを崩している。狼や鹿などの動物も減少傾向にある。2002年11月19日には、ガリシア州近くの大西洋上で一重尖閣構造のタンカーであるプレスティージ号が沈没して重油が流出し、ガリシア州の沿岸は大量の重油によって汚染され、付近に住む海鳥などに、 大きな被害が出た上、水産業にも打撃を受けた。ガリシア地方の居住形態は、一部の都市部の中心地域を外れれば、多くの集落が分散しているため、地名が多い。一説によると、スペインの地名の半数近くが、ガリシアのものであるとも言われる。したがって、出身を表す場合、根性所以外に教区を示すことも普通であり、 また、その教区内の集落にまで言及することも、珍しくない。鉄器時代の家を発展させた、ガルシアの東にある EN、パラザトリアカステーラにあるエローズ警部からは、ネアンデルタール石器物や、動物の意外が見つかっており、古くから人の居住があったことがわかってる。この海の沿岸周辺には新石器時代頃の巨石記念物が残されており、 巨石文明があったことが示されている。ガリシアの名は古代ローマの属州、ガラエキアから来ている。そのガラエキアの起源はギリシア語の辛ラ恋コイから来ており、古代に道路川以北に住んでいたケルト系の民族を指していた。この地域で話されているガリシア語はゾクラテ天語を起源とするロマンス諸語の一つであり、この地でのケルト語はすでに滅んでいる。キリスト教はローマ時代末期に 様々なルートをたどって、ガリシアへ伝来した。5世紀から6世紀にかけては、スエビ王国の中心地であったが、584年に、西五島レオビギルドに征服された。この時代に、ガリシア北部ブリトニアにブリトン人移民による死教座ができた。このブリトン人たちは、アングロイコールサクソン人の、グレートブリテン島進行から逃れてやってきた人々で、ある。 8世紀にイスラム教徒に征服されたものの、実効支配は及ばないまま739年にアストリアス王国のアルフォンソ一世に奪い返された。イコーレオン王国の一部となり、カスティーラ王国に受け継がれた。1065年、フェルナンド一世の死後に領土が分割され、ガリシアは一時的に別の王国となったが、すぐにアルフォンソ六世に統合された。 9世紀からサンティアゴでコンポステーラでサンティアゴの聖遺物が発見されサンティアゴ信仰が盛んになり、レコンキスタ運動の中でのキリスト教徒の象徴となった。中世以後、サンティアゴでコンポステーラへは巡礼路をめぐってヨーロッパ中からキリスト教徒が巡礼するようになった。人々の往来は、 この地方へのロマネスク美術の伝播、銀遊詩人の詩や音楽が伝えられるなど文化的な交流をもたらした。9世紀から10世紀にかけて沿岸部をバイキングやノルマン人が荒らし回り、現在もカトイラには防衛用の塔が残る。13世紀、アルフォンソ10世はカスティーリャ語を国家の言語と定め、宮廷や 政治の場で使用させたが、文学の言語としては、ガリシア語を使用した。カスティーラ優位の中央集権体制が進むにつれ、ガリシア語は徐々に衰退していった。大まかに16世紀から18世紀半ばまでの時期は、ガリシア語のセクロセ・エスクーロスと呼ばれ、ガリシア語が書き言葉として使われる伝統は途絶えてしまったが、交語として途絶えることはなかった。 1833年それまであった7件が、現行の4件に再編され、現在に至っている。19世紀に、ガリシア民族主義、連邦主義が没興する。しかし1846年、自由主義者の将軍ミゲルソリスが起こしたクーデターは、ラモンマリアナルバイス政権によって弾圧された。代わって、盛り上がりを見せたのは、社会的。 文化的手段としてのガリシア語復興運動であった。作家ロサリーア・デ・カストロ、マヌエル・ムルギア、エドアルド・ポンダルラが、その代表者である。20世紀の独裁者、フランシスコ・フランコは、ガリシア地方、フェロルの出身であったが、フランコ時代には、ガリシアの自治は廃止され、公けでのガリシア語の使用は禁止された。1978年のスペイン新憲法によって、 自治州制度が導入され、1980年12月20日、ガリシア自治憲章が住民投票によって、可決成立、ガリシア自治州が創設された。1975年、フランコ独裁政治が終わり、民主化の波がガリシアにも訪れた。しかし、他州と違い1977年の総選挙では、中道右派の民主中道連合が勝利し、 自治州政府設立とガリシア自治州憲章の作成に当たった。1979年の総選挙でも有志度が圧勝した。1980年に自治州憲章案が住民投票で承認され、1981年の第一回衆議会選挙で右派の国民同盟が勝利した。第二党は有志度であった。その後自治州議会により言語正常化法。 ガリシアの旗、ガリシアの日などが制定された。自治州はいくつかの分野で自由裁量が認められている。ガリシアは伝統的に独立自営農民が多く、保守的な土地柄である。そのため独自の言語を持った地域だが、バスクやカタルーニャのように保守的な民族主義政党が育たず、もっぱら民族主義政党は、ファが中心で、結果的に、 民族主義政党の力は両州に比べ強くなく、保守的な国民党の地盤となっている。1990年から15年にわたって、フランコ政権末期の閣僚で、国民同盟を創設したマヌエル・フラガイ・リバルネが、州首相を務めた。しかし、2005年の州選挙では、州議会の議席数75のうち、国民党の地域政党である、ガリシア国民党が37。 社会労働党の地域政党である、ガリシア社会主義者党が25、民族主義政党連合である、ガリシア民族主義ブロックが13議席を獲得し、国民党は過半数を獲得できず、ガリシア社会党とガリシア民族主義ブロックの連立政権が誕生。州首相には、ガリシア社会党からエミリオペレスとリーニョが、副首相には、ガリシア民族主義ブロックから暗書。 キンターナが選出された。2009年3月1日の州選挙では、ガリシア国民党は過半数の38議席を獲得。ステグと BNG は、それぞれ25議席、12議席にとどまり、与党の座を国民党に明け渡すこととなった。ガリシア国民党の党首アルベルテ・ヌーニエス・フェイ法が、州首相に選出された。元首相で、 国民党の党首であるマリアーノ・ラホイ・ブレイはガリシア出身である。サンティアゴ・でコンポステーラの大聖堂歴史的にはガリシアには7つの県が置かれていたが、現在は4つの県によって構成され、53のコマルカ、314の自治体、3778の教区に分けられる。ガリシア州の首都はサンティアゴ・でコンポステーラに置かれている。 人口が上位の自治体は次の通り、港湾都市 B5 が最大である。以下人口規模11位から20位までもアコルーニャ県の自治体が6、ポンテベドラ県の自治体が4で、沿岸部と内陸部での人口格差が年々拡大している。また、上位7位までを7都市と呼ぶ。首都サンティアゴ、B5、アコルーニャには空港があり、 スペインの主要都市のほか近隣諸国からの発着便もある。また、2012年には、ア・コルーニャ・オーレンセカンで高速鉄道アベニューが開通した。スペインの代表的な電力会社ウニオンフェノーサの前身会社の一つ、フェノーサはア・コルーニャで設立された。ガリシア州では主にガリシア人がガリシア語が話されており、カスティーリア語と共に公用語となっている。 初等教育では、ガリシア語とカスティーリャ語の両方が教えられるほか、ガリシア語で高等教育を受けることも可能である。ガリシア語は、カスティーリャ語、ポルトガル語、イタリア語、フランス語などと同様族ラテン語から変化した、ロマンス語の一つである。特に、ポルトガル語とは近い関係にあり、中世以降に、ポルトガルが独立して地域が、政治的に分かれる以前は一つの言語共同体を、 形成していた。ポルトガル独立以降、ガリシア語とポルトガル語は別々の道を歩み、主に発音や語彙の面での相違が生じたため、現在は異なる二言語であるとされている。特に政治的に分かれる以前に、言語的一体性を有していた、道路川井北のポルトガル語とは、音韻的にも共通点が多く、この地域のポルトガル語話者とガリシア語話者は、 医種の疎通に特に問題ないと言われる。民主化後の教育により、ほぼ現在すべての住民がガリシア語を理解できると言われるが、日常的にガリシア語を使用している和社人口は減少し続けているのが現状である。特に沿岸地域の和、コルーニャ、フェロル、ポンテベドラ、ビーゴなどの都市の市街地では、ほとんど聞かれない。逆に内陸部のサンティアゴ、ルーゴ、 オーレンセでは日常的に聞かれる。2010年、日常的にガリシア語のみを使用する、あるいは主にガリシア語を使用する人口が50%を割ったことが報告された。現在サンティアゴでコンポステイラ、アコルーニャ、b e 語には大学があり、およそ10万人の学生が学んでいる。教育はガリシア語及びカスティーリア語で行われている。 1990年にアコルーニャとビ e ゴに大学ができるまでは唯一の大学でガリシアで最も歴史のある大学。キャンパスはサンティアゴ市内旧市街を挟んで南と北の2カ所とルーゴにもある。1990年創立。キャンパスは市内に数カ所とフェロルにある。1990年創立。キャンパスは市内に2カ所港湾地区と 市郊外の大学都市、そしてポンテベドラとオーレンセにある。ワインガリシア地方のワインの原産地その他のアルコールた料理魚介類を使った料理が有名。デザートまた、地域ごと、町ごとに守護聖人の祝日がある。また、春から秋にかけては、多くの地域でその地域の特産にちなんだ祭りが行われる。他の修道用、ガリシアで最も盛んなスポーツはサッカーである。 主なクラブは、アコルーニャのデポルティーボラコルーニャとビンゴのセルタデビーゴ。セルタは現在リーガエスパニョラのプリメーラディビションに属している。他には、セグンダディビション B グループ I に、セルタ B、SD コンポステラ、デポルティーボ B、C d ルーゴ、ポンテベドラ CF、ラシンデフェロル。また、近年は、バスケットボールも人気のあるスポーツとなっている。代表的なチームは、 オブラドイロとルーゴの CB ブレオガンである。自転車レースチームのシャコベオガリシアは、ガリシア自治体がスポンサーとなっている。他地方同様、地方紙の発行が盛んである。ガリシアの代表的な新聞は、ラ・ボス・デ・ガリシアで、現在多くの地域版を発行し、ガリシア地方で最も多くの読者を獲得している。他にも、エル・コレオ・ガジェーファロデ・ビーゴ、アトランティコ・ディアリオ、 ラレヒオン、エル・プログレソなどの地域紙が多数存在する。現在、エル・コレオ・ガジェゴ紙は、全国紙エルムンド紙と提携し、共同販売を行っている。2008年12月9日に全ガリシア地方を対象とした新しい日刊紙ショルナルデ・ガリシアが創刊された。これらの新聞は、基本的にカスティーリア語であるが、一部の記事はガリシア語で書かれている。 また、1994年1月6日に、エル・コレオ・ガ・ジェーゴ・ナミから、唯一のガリシア・語日刊誌をコレオ・ガレーゴが、発刊された。オ・コレオ・ガレーゴ氏は2003年5月17日氏名を、ガリシア・オシエに変更、唯一のガリシア・語日刊誌として発行されていたが、2011年5月28日号を、最後に休刊された。同志によると、 現在の経済不況と州政府のハンガリシア語的言語政策の影響を受けてのことだという。フリーペーパーの発行が近年盛んでガリシア語によるものもある。また、全国紙はエルパイス、エルムンドなどが街のスタンドで買うことができる。エルパイス紙はガリシア地方版を発行している。習慣のものとしてはとノサテーラがある。立報同様。 全国放送として、国営、都部イチ、2チャンネル、民間放送として、アンテナ3、テレゴ、また近年開局したクアトロトラセスタを見ることができる。その他に、公営 TV として、TVG が、ガリシア語放送を行っている。また近年の傾向として、地域放送があり、エルコレオ・ガジェゴ市系列のコレオ TV などがある。2010年1月から3月にかけて、 アナログ放送が終了。順次地上波デジタル放送に切り替わっている。このデジタル化に先駆けて2009年ガリシアテレビの第2チャンネル TVG2 の放送が開始された。2010年5月末にガリシア修繕域を対象とした初の民間テレビ局 V テラビジアンが放送を開始した。V テラビジアンはラボスでガリシア系列でこれで同新聞はラジオ テレビを持つマスコミグループとなった。ガリシア地方のラジオとしては、公営のガリシアラジオの他に、民間放送でラボスでガリシア主系列で、州内を放送エリアとしている、ラジオボスやラジオオブラドイロなど、多数のローカルラジオ局がある。ガリシアでの出版文化の中心は b ー5で、多数の出版社がある。ガリシア語による代表的な出版社は、 エディトリアルガラクシアとエディションスシェライスデ・ガリシアで共に B5 にあり辞書、教科書、各種参考書、専門書、ガリシア文学、外国の古今の文学作品の翻訳など多くの分野にわたり出版がなされている。2007年別の出版社から日本の作品が初めて翻訳され、それに続き2008年7月にも2作品目が出版された。 バリシア語の雑誌の出版も近年増えている。港町ビーゴルーゴの支壁リベラサクラサンティアゴで、コンポステーラは、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の終点である。聖ヤコブの遺体があるとされ、ローマ、エルサレムに次ぐカトリックの聖地となっている。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路は、日本の世界遺産の熊野古道と、姉妹提携している。その他に観光地には、港町ビーゴや、 アコルーニャがある。ガリシア州でユネスコの世界遺産に登録されている物件には、巡礼路の他に、サンティアゴでコンポステーラ旧市街と、ルーゴのローマ城壁と、2009年に唯一現存する古代ローマ時代の灯台として、アコルーニャのヘラクレスの塔が世界遺産に登録された。レアルアカデミアが例ガによる、ガリシア語の正式な規範では、 ガリツヤであるが2003年の聖書法改定によりゴリザの使用も認められることとなった。ゴリザはポルトガル語との再統合を目指す再統合派が定める聖書法による形式でポルトガル語と同一形式でナショナリスト、分離主義者、左翼活動家などが主に使用している。ガリツヤの形式はそれ以外の多数によって使われる。アーチー・スミス。 プレスティージ号事故が生んだ課題と対応の現状。ハット・アントニオ・デラ、ベーニャ・サントス、ロソ・リヘネス・デル・アセンタ・ミエント・フマのアーカイブド24名2013アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、アルゴス、2012年8月9日閲覧。アレク・イアンズ2012パーレメントでガリツヤ。ガリシア・自治州政府。2012年10月22日閲覧。NCG、バンコ・インペザラ A。 オパーハー L1 でサポティエンブレイ。ゾアナルでガリツヤ。2011年7月26日。閲覧。ペーチャガリツヤホックス。ガリツヤホックス。2011年6月29日。閲覧。ありがとうございます。